1917年のイヤープレートロイヤルコペンハーゲンはデンマークの陶磁器メーカー。正式名称はロイヤルコペンハーゲン陶磁器工房。絵付けはすべて手書きで、製品の裏側にはロイヤルコペンハーゲンのマークとアーティストのサイン、シェーブナンパーが入れられている。創業当時から東洋の青い染め付けの影響を強く受け、手書きによるコバルトブルーの絵柄が特徴。 1868年から制作されている主体の手書きのブルーパターン、ブルーフルーテッドはベストセラーの一つ。ブランドの特徴である唐草模様パターンとベース技術は繊細で拡張高く世界中で愛されているが、中でも特に日本人の人気を集めている。1908年以来かける年なく続いているイヤープレートも人気商品の一つ。ボーンホルム等で 良質のカオリンが発見され、1773年、フランツ・ヘンリック・ミュラーがデンマークで初の皇室時期を完成させる。1775年にクリスチャン・ナナセイ国王とユリアナ・マリア王大号の援助によってロイヤル・コペンハーゲン王室御用達用となった。さらに1779年、ユリアナ・マリア王大号がマイセンより技術者を集め民間企業だった。 この釜は王室が株を買い占め王立デンマーク時期生当初となった。1868年王室はロイヤルの称号を残すことを条件に釜の株式を大商人のブラックに売却し民間企業となった。2012年フィンランドの企業フィスカースに買収された。マークマークは王冠と三本の鮮やかなプルーの波型ラインで構成される。3本の破線は デンマークを囲む三つの海峡を表し、その上に王室御用達を意味する王冠が輝く。バックスタンプは制作の古いものは、枚ンのようにマーク自体が違っているが、1935年以降は現在でも使用されているマークと同じで、製造年はバックスタンプの王冠の周りのロイヤルコペンハーゲンデンマークと書かれている文字の周辺に打たれた点の位置により判別が可能である。 世界一豪華なディナーセットとして、普及の名作と歌われているパターンネーム、フローラ・ダニカは、創立初期の1885年に作られた。フレデリック王子が当時デンマークと親交の深かった、ロシアの女帝エカチェリーナ2世に献上するために、作られたディナーセットで、フローラ・ダニカ植物図鑑より2600点もの、植物を食器に描くという壮絶な企画であった。 12年の歳月をかけ、付けしバイエルが忠実にたった一人で、食器の一つ一つに、デンマークの草花を図鑑から描き写す作業を続けたが、作品完成前に、エカチェリーナ2世が他界し、この企画は中断される。バイエルが描いた1802点にも及ぶオリジナルは、ローゼンボーグ城に保存されている。このパターンの食器は、現在も、デンマークの公式版3回の食器として、 使用されている。ありがとうございます。